何が必要なんだ。またいつでも来い。何を作りたいんだ。来てくれよな。今度どうすれば。負けるもんか。てめえら補給班が任務を放棄したせいで余計に人が死んでんだぞ。どうしようもなかったんだよ。よせじゃ。伏せろ。あの巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば俺たちはここから脱出できる。これで脱出できる。行こう。あの巨人は僕らに興味を示さない。ひたすら目に入った巨人を殺してるんだ。今のうちに本部周辺の巨人を駆逐して壁上への撤退ルートを確保しよう。生存は絶望的だと思っていたのに光明が見えてきた。どんな困難な時でも諦めなければ道は開けるんだ。これでひとまず本部周辺の安全は確保できたかな。うまく使うぜ。助かるぜ。すげえな、あの巨人。まるで怒ってるみてえだ。みんな、今がチャンスだ。補給が終わった人から壁上に撤退しよう。
状態確認。向かいます。相手する。誰か巨人を追い払ってくれないか。本部の近くに迎撃用の拠点を作りたいんだ。わかった、やってみるよ。ありがとう、無事に拠点ができたよ。これでみんなの撤退も楽になるだろう。天才の俺としたことが。おい、誰か助けてくれ。落ちた。狙い通り。本部の守りを固めるため拠点を作りたいの。誰か手を貸してくれる。よし、僕らで援護しよう。拠点の準備ができたわ。これで撤退が楽になるはずよ。よかった、みんなにも知らせておくよ。あの巨人は一体何なんでしょうか。何って、飛行士だろ。ああいうやつもいるんだな。せっかく補給が済んだんだ。俺だって巨人の一匹や二匹。あんなのどういうさ。ガスと刃は十分です。簡単にやられませんよ。完璧だ。
大丈夫だろ。壁に到着しました。もう安心ですよね。僕は他の仲間を敵像に誘導してくる。君は本部の様子を確認してきてくれないか。さすがに力尽きたみてえだな。これをエレンがやったってことか。おい見ろ、これじゃ壁まで戻れねえぞ。道を開くしかねえ。アルミン、エレンとミカサを頼む。そう。動かせそうにね。俺たちで巨人を何とかするぞ。起こったよ。始まりだ。エレン、しばらく意識は戻りそうにない。僕たちでエレンを守らなきゃ。何がどうなってくる。さあね、その質問には誰も答えられないと思うよ。いい調子だね。狙い通り。落ちたら救援要請か。放ってはおけないよな。捕らえた。狙い通り。当然さ、あんなの余裕さ。落ちた。捕らえた。狙い通り。無駄だ。
相手する。やられちまう。まずい、巨人に襲われてるみたいだ。捕らえた。完璧だろ。すまない。いや、あんなの余裕さ。食われちまうぞ。本当、散々な目にあった。もう私撤退するわ。ありがとね。おいおい、自分だけ逃げる気か？お前も兵士なら耐えるの確保に協力しろよ。拠点を立てな。相手する。落ちたな。巨人だったとは。レンは、エレンは目を覚まさねえのか。エレンは生きてるんだろうね。倒さ。完璧だろ。よし、今ならエレンを壁まで運べそうだ。しかし、あいつに何が起こったんだよ。